カスタム名刺機能追加、名刺機能がアップデート、ライブ MV の動画も背景にできますよ。さらに、名刺の保存上限枚数が10枚になり、SNS でシェアが可能になります。お気に入りの名刺を作成してくださいね。スーパーニコメガネよ。政府が第一次産業をおろそかにするから。進撃の巨人。拳こそが正義。これは米を独占しようとする輩をぶちこローリングするモンスター梅花見。なんてねえよ。無神論者のサキちゃん。やめてくれ、笑っちゃったじゃん。こういう存在しないパーツを明らかに想定されてない創意工夫で生み出すクリエイト機能は時間がいくらあっても足りなくなる。名刺に貼り付いて報酬欲しいのにほとんど育成できてない。妹こそが正義。君がいれば何度も立ち上がるわ。最強の二人。最強体格。巨人姉妹。巨花見姉妹大決戦。さっきより妹の頭部めっちゃ収縮してね。妹の首が太すぎる。リアルにこのくらいのガタイあったらお姉ちゃん曇らなかったかな。逆翼体型すぎる。梅サイドから見たお姉ちゃん定期。これがサキさんの数値に現れない脅威の見えない力。貯金なんかねえよ。髪がチャラ男っぽく見えるのも相まってクズ男っぽく見えてしまうな。もう晩飯がねえよ。月村さん、それは適正量です。よし、食い終わったな。さっさと歯磨きとトイレして寝ろ。うるせえよ。黙れよカッコなき。実際こんだけ巨大化したらカロリー消費量もっと増えるのでは。でも好き放題食わせてたらカビゴンみたいなことになるという信頼感もある。食費的にも。食感なんかねえよ。食感がねえなんてことはねえよ。最新サポカで食感にもちゃんと配慮してたことが分かったからな。かっこよさしかねえよ。心なしか嬉しそう。今度は筋肉マンっぽい体型だ。それは本当に彼女の理想なんか。マオパイ、それかっこよさやない色物さや。薄目で見れば確かにかっこよさしかないか。あまり考えすぎなければ超新曲のイケメンだ。こんな体型になったら護身術どころじゃ済まなくなりそう。データなんかねえよ。体格はともかく元ネタの文言が一番マッチする女。篠沢の心持ちは実際こんな感じだろうな。ままならなくないよ。あかん、文武両道パーフェクト篠沢ヒロになってしまったせいで人生に絶望してそう。本当にこんな体つきになってしまったら篠沢は何を趣味にすればいいんだ。てねえよ。嘘つけ。いろいろはみ出しすぎ。あかん。ゴリマッチョシリーズの中でもなかなかのでっかさいミシン。姉こそが正義。なんかサンバカーニバル感あるな。直近でエビも見たいことにされたり、もともと偽姉としての狂気があったり、こら適性高まってきたな。アイドルとしての実力なんかねえよ。中国憲法使えそうな服に見えてきた。いくらフィジカルがあろうが、この見た目でアイドルとしての実力になるかというと確かに。何を言う、巨女系アイドル可愛いだろ。メンタルの根幹はもともとのちなちゃんもこれに近いものがある。おや、なんだか背景が。おっ、どうしたどうした。空気冷えてるか。15歳、学生です。どうしました。歪みねえな。やめなって、初星学園では陰夢ごっこは恥ずかしいことなんだよ。私そんなこと言いません。言いませんよ。リリアは陰夢知って相関半端ない。失望したよ。ロシア語でボソッと出れる陰夢リアちゃん。スウェーデンです。リリア陰夢中絶は絶対に流行らせない。補修組への愛が溢れる名刺多い気がする。チーカは再現すっげー。あのシビアな世界観で叶えたいことばかりはきますね。叶えたいことばかりも結構使われてる印象。汎用性高いなあいつ。あのカムロギクコトネは荷物得体873が御所望と。得体荷物悔しさはコンテスト3種の神技だけに名刺への採用率高い気がする。あと、全治要素。
音ゲー、ゆっくり実況、スマブラ、F5 だったりいろんな画面が再現されたり、とにかく自由度が高すぎるカスタム名式ノー君、神コンテンツとさせていただきます。学園アイドルマスター、好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。